左から7 6 5ト、mm、ルブローニング弾、トカレフ弾、9ト、mm、ルパラベラム弾。7 6 2 x 2 5ト、mm、ルトカレフ弾は、旧ソビエトとその周辺諸国で広く使用されていた、ボトルネック型の拳銃弾である。トカレフ弾は、拳銃弾としては珍しく、ボトルネック型に、 デザインされている。設計の参考にされたのは、ドイツの 7.63X25mm、マウザー弾で、寸法がほとんど同じため、銃によっては、トカレフ弾とマウザー弾双方を発射することも可能である。ただし、トカレフ弾は、マウザー弾より、高度の高い構成ジャケットを用いるものが多いため、マウザー弾専用の銃器から、 トカレフ弾を発射すると重心内のライフリングが摩耗しやすく、重心の寿命を短くしてしまう恐れがある。トカレフ弾の平均重厚初速は秒速400メートル、運動エネルギーは 600J 程度である。発射音、発射口は比較的大きい。西側諸国の QX19mm パラベラム弾と比べると貫通力に優れ。 防弾能力がない規格タイプ E や未満のボディアーマーでは、アーマーの装着者を防護することができない。これは、トカレフ弾が鉛資源節約のために、鉄弾芯を使用している弾丸が多いことと、高強度な繊維を積層して製造される。ボディアーマーは小口径で高所速を持つ弾丸に弱い、特性があるためで、 トカレフ弾が当初からアーマーピアシング弾を意識して製作されたわけではない。西側で流通する一般的な鉛製弾芯の弾薬を使用し、鉄弾芯による貫通力の差をなくした実験の結果では、7ヤードの距離から発射された QX19mm 弾は 1mm 厚の鉄板を4枚ほど貫通し、 トカレフ弾は同等の鉄板を6枚貫通するとしている。ソビエトでは主に短期間重要の弾薬として使用するために大量生産が行われ、さらにワルシャワ条約機構の加盟国など共産主義諸国へ大量に輸出された。その後、主力軍用拳銃弾のザオ QX18mm マカロフ弾に譲ることになるが、ロシアや中国の警察部隊、 特殊部隊の一部は、そのボディアーマーに対する高い貫通力に着目し、使用し続けている。また、冷戦終結後は、同弾薬を使用する銃器と共に、急西側諸国の市場に流入しており、生産は現在も継続されている。トカレフ弾を使用する銃器としては、トカレフ TT-33 拳銃が代表的である。加えて、 ソ連製の PPD-34、PPD-38、PPD-40、PPSH-41、PPS、PP-19 ビゾン、チェコスロバキア製の VZ-24、VZ-26、VZ-52、北朝鮮の68式拳銃、中国の80式自動拳銃などが本弾薬を採用している。 短期間重要の各種競争弾を製造してきた伝統のあるチェコスロバキアでは競争のトカレフ弾が現在でも製造されておりチェコ M48 と呼ばれている M48 弾は発射圧が通常のトカレフ弾より18%高くより長い有効射程とエネルギー値を持つが発射時に高いロック強度を実現している VZ-52 拳銃など、以外の拳銃から M48 弾を発射した場合、強力さゆえに銃がダメージを受ける、可能性がある。また、中国製の 7.62mm タイプ P は、アオン速の初速を持つ特殊な弾薬で、消音器と組み合わせて、発射音を低減する目的で開発された。ありがとうございます。